AT&T ワーナーメディアワーナーメディアニューススポーツ CNN アトランタにある CNN センター CNN はワーナーメディアの一部門であるワーナーメディアニューススポーツが所有するアメリカ合衆国のケーブルテレビ及び衛星放送向けのニュースチャンネルである1980年にテッドターナーによって世界初の24時間放送する ニュース専門のチャンネルとして設立された。ジョージア州アトランタに本社を置く。テッド・ターナーによって創立され、1980年6月1日に開局。タイムワーナーグループの参加、ターナーブロードキャスティングシステムが所有。本社は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市。最初に設けられたアメリカ国内向けチャンネルは、事業拡大に伴う所有チャンネル像のため、 区別されるために CNNUS と記されることがある。CNNUS はケーブルテレビや衛星放送を通じて1億世帯で視聴可能。カナダや日本でも視聴可能。国際放送は200以上の国と地域で視聴可能。また、世界の特定の地域や言語に向けたローカルメディアを立ち上げることにも積極的。 2018年10月25日、BBC によると、デビーはッサーマンシュルツの名前を語ったパイプ爆弾の爆発物が、ヒラリー・クリントン、バラク・オバマ、CNN、ジョン・オーウェン・ブレナン CIA 長官、エリック・ホルダー司法長官、ジョージ・ソロスに送られたが爆発しなかった。10月26日に FBI は指紋から、 フロリダ州在住の熱烈なドナルド・トランプ支持者の56歳の男シーザー性欲を逮捕した。時刻はすべて東部標準時。時刻はすべて東部標準時。CNN の支局を持つ国、CNN の支局を持つアメリカの州テレビ新聞、雑誌インターネットドナルド・トランプ米大統領は、就任直後から CNN を含む既存の報道各社を フェイクニュースを拡散させる存在として批判し続けている。その中で2018年に発生した中米からの移民キャラバンをめぐる記者会見場では質問をめぐりトランプ大統領と CNN 記者が対立。記者はホワイトハウスへの出入禁止処分となった。2020年6月ドナルド・トランプ大統領は CNN が行った2020年。 アメリカ大統領選挙に向けた世論調査について変更した質問事項と歪んだ抽出方法を通じ米国の有権者を欺く狙いがあるとして批判調査結果の撤回と謝罪を要求した調査結果ではトランプ大統領の対抗馬であるジョー・バイデンが大幅にリードしている結果を示していたこれに対して CNN の執行副社長はアメリカの政治家や 選挙陣営が CNN の世論調査の結果を気に入らないという理由で法的措置を示唆してきたのは初めてだとして謝罪を拒否した。ありがとうございます。